いやはや始まりました。来ましたね。数も積もれば大となるパーソナリティのオッキーです。同じくパーソナリティの大輝です。よろしくお願いします。お願いします。はい、やっぱさ、こうまだ夏が続くけどさ、やっぱりこうなんて言うんだろう、こう青春の曲をやっぱり大輝には聴いてほしくて、僕が10代の頃聴いてた青春の曲をね、はい、で今日もリアクション動画でその曲をね紹介したいなと思います。教えてください。今日紹介する曲はガガガスペシャルで線香花火です。よろしくお願いします。知ってる？知ってる知ってる。懐かしいね。懐かしい、いいね、夏だよ。花火がね、ないもんな。花火ね、今年もないもんね。懐かしい匂いがしました。ふと頭から浮かんできました。これ昔の線香花火の体力、の動画なんですよ。新しくレコーディングした、歌い直した。なんかさ、もうこういうライブ映像を見てるとこんな時代もあったなと思うよね。ほんと特に夏がいいよね。夏いい。この暑い暑い夏の夜に、いいね。最後の終わり方がいいよ。線香花火の火であなたを灯しますっていうのもなんかおしゃれだね。おしゃれおしゃれ。この頃ってガガガもそうだけど、こういう青春バンド、流行ったじゃん。流行った。めっちゃ聴いてたな。これもうカラオケで誰かが歌う、絶対。はいはい。なんかさ、この曲聴いてさ、線香花火しようってなっても、まあ悲しいよね。もうほんまに終わりがこう、花火のほんと終わり、とんぼり。寂しいよな。ほとん。寂しい。でもこれと同じようなことを僕もやったことあります。あ、そう。はい。線香花火が勢いいいときってちょっと手に当たりそうで怖くない？怖い。でも熱くないよ。この辺あっても。それこれが落ちたら熱いよ。何これ、花火の話。これいつ終わるんかなと思ってね。あー線香
かないよ。あ、まだあった。夏休みの最後の夜に線香花火もいつ終わるかわからんもんね。わからんね。早い時もあれば長い時もある。やっぱさ、これ最後の歌詞が夏休みの最後の日にってあったやん。最後の、はい、夏休みの最後の夜にか、うん、やっぱりこう学生のもんだよな夏休みってな。本当に。でもさっき、うん、あの曲中で言ったけど、あの線香花火をやってる間に、あの顔、その明かりで顔がこう照らされる、その顔を見るっていうのはやってましたよ。あ、それをやったっていうことだ。あの大きいやったって言って、それはどうやって見るの？こうやって見るの？そうそうそう、こうやってやりながらこう見るっていう。なるほど。はい。知ってた？この線香花火。まあ知ってるわね。いや、もうこれは名曲ですよ。しっかり聴いたの久しぶりです。ちょっとこう懐かしい匂いがしました。匂いがしました。夏の終わりに頭から浮かんできました。浮かんできました。いや本当ね、懐かしいですよね。でガガガスペシャルって言ったら、これあのセカンドシングルなんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。でまあもちろん線香花火僕らも知ってるけど、まあ晩秋とかね、僕結構晩秋とかも好きで、あと卒業とか有名どころで言うとね、いろいろ曲あったんで、まああのこれガガガのガガガスペシャルの YouTube チャンネルありますんで、それでね他の曲もちょっとぜひみんなに、若い子たちにチェックしていただけたらなと、もちろん大地にもチェックしていただけたらなと思います。了解しました。はい、みんなで青春を感じようぜ。はい、ということでここまでのお相手はオッキーと大地でした。また来週。